ということで、マイサガチャンネルのバーサーカートーク第12回、えー、ということになるでしょうかあ、早速やっていきたいと思います。えっ、ー、と、これはもはや3月の、えー、あ、3月あと1回あるんですね、31日、えー、第5金曜があるということで、えー、まあ、最後3月最後ではないんですけども、えー、最後まで聞いていただければと思いますと、えー、いう感じですね、うんあのー。この番組はですね、えー前 週金曜日夜8時更新ということになってるんですけどもえー、とー今だいぶギリギリ、えー、その1時間半前ぐらいに撮ってますはいこれ一応8時更新なんですけどちょいちょいあの一応予約公開みたいな感じにするんですけど事前にまあだいたい前日ぐらいが多いんですけどあのー、公開予約をしておくんですけどもあのー、なんか最近その公開をなんか間違って 夕方18時18時にしちゃうことが多くて20時なのになんかなんでなんだろうって考えてたんですけど、まあ、昔のちょいちょい毎日登校したりしなかったりしてたんですけどその時にえ多分毎日夕方6時更新みたいなことをやってたからその名残でついついやってしまってるのかなと思うんですけども一応8時20時が、えー、とあの本来の時間ですので多分前回間違ってたと思うんですけどもうん。 えー、6時だったらね今過ぎてますから僕今撮ってる時間がね、えー、ということで、えー、YouTube でね、えー、やっておりますからあよろしくお願いします、うん、まあ、あのー、YouTube でラジオやってるんですけども虹色ラブっていうね、えー、僕の、まあ、友達のグレープカンパニーの、えー、お笑いコンビがいるんですけどももう元々 YouTube でなんか毎週ラジオやってたんですよ YouTube の YouTube チャンネルで。 で、えー、でもなんか最近やってないなと思ったら、あのスタンド FM っていうアプリ、えー、まあ、音だけのアプリなんですよね。まあ、よく、それこそ本当に芸人のラジオとかによくえ利用されてるアプリなんですけども、なんかそっちに移行してたらしくて、で、まあ、その第1回の放送が、あ今年の年、今年の年末、今年の年末、今年の年始ぐらいにやってたんですけど、 YouTube からスタンド FM に移行した理由として、まああのー、編集がいらないというか、あのー、その顔出しで普通に映像で喋ってたから YouTube だとでも声だけで済むし、まあ、公開するまでの、えーね、収録から公開までの手間が少ないしあとなんかこう伸びれば収益が得られるしみたいなあことで言ってて、うんまあ、そこがメリットなんでしょうけど。やっぱりこうデメリットは、まあ あれですよね。えー、スタンド FM をね、えー、持ってない人はわざわざあインストールしなきゃいけないから、あそういう部分もあるみたいな、うん、ことで言ってて、あの僕も彼 YouTube で始めましたけども、まあ、あ他に媒体はいろいろあるわけですよね。スタンド FM もそうだしこう、ラジオトークとか、いろいろ多分今だったらあると思うんですけど、まあ、僕はね、やはり、えー、前坂チャンネルという名前でやってますから、 うん、YouTube を始めたことが、まあ、あ結構いろいろな始まりではありますから、まあね、そこはあ YouTube ぶらさず、うん、僕はやっていこうかなと思います、うんあのー、なんかいろいろ今始めようと思えば、あのー、ラジオ以外にも SNS とかいっぱいあると思うんですけども、まあ、基本的には、えー、Twitter と YouTube この2本だけですねうん まあやってる人が多いし、えー、使い慣れてるからあですねまあごちゃごちゃしちゃうからいろいろやるとね、うん、っていうつもりでいますまあれにねまれ、えー、にというか今結構いるんでしょうけどツイッターやってなくて、えー、インスタしかやってないんですよみたいな人があいたりするからそれ用にインスタのアカウントもありますけどまあほぼ更新してないしあげるとしてもなんかツイッターで言ってるようなことを言ってることが多いのでまああのツイッターを やってる人は、あのー、推奨しないですね。僕のインスタは別に、だから宣伝も普段してないんですけども。まあ、インスタしかやんない人っていうのがやっぱいるんですよね。うん。まあ、若い世代、僕よりもさらに若い世代みたいなあ人があ多くな,なってるとは思うんですけども。うん。まあ、時代の流れですよね。今、調べ物するにも、なんか、まずインスタ見ちゃうみたいな人もいるらしいですからね。うん。近くの飲食店、ね、お出かけするときどこ行こうとか。 あそういういろんなね、うん、調べ物をインスタで済ませるみたいな人も多いらしいからあ、まあ、使いこなせるに越したことはないんでしょうけどまあよくわからないですよねうんそうあの基本写真撮る習慣があんまりなくて、えー、普段生きててだからこうなんか芸人活動とかしてなかったらもう絶対写真なんてほぼ撮らないタイプなんですけど旅行とかも、えー、目に焼き付けたいタイプですか思い出とかもね目に焼き付けたいタイプなんで 花火とかもね、えー、画面越しに見見るんではなくて見返撮っ,、ねうん、って見返すかねっていうまあ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 このなんだろう見返した時にあこういうことあったなとかこの日にここでこれ1年前、えー、この日の花火大会行ったんだとかにはなるけどだったらそれもはやメモでいいじゃんぐらいの感じになっちゃいますよね日記でいいじゃんみたいなことになりますから、ね、見返して花火綺麗だなとは思わないじゃない。 ね、だったらその、ね、日記とかね、えー、テキストでなんか記録しとけばさあそういえばあの時綺麗だったなってスマホ越しに写真を撮るよりも目に焼き付けといた方があ呼び起こせる感じしませんうん <laughs>、えー、話がそれちゃいましたけどもだからねこう画像動画必須なインスタがですねなかなかこう相入れないというかあのむしろ文字では全然勝負にならない、うんまあ、文字も ま、その画像に入れるのか。あ、そっか。その考え方か。あ、その考え方ですよね。うん。そう、そうそうか。そうか。そうですよね。インスタの投稿ってそうですよね。うん。下の概要欄みたいなところで喋るんじゃなくて、えー、文字入れたいときもその写真に入れたりとか、なんかパワーポイントみたいなこのスライドで、えー、見せたりとかか。あ、そっか。それをやればいいのか。<laughs> でも手間だしさ。ね。っていうところもありますから。 まあ YouTube と Twitter 等で、えー、やれることはもうそこにこだわってというかね、えー、そこ集中で、えー、やっていきたいと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いしますということです、はい、では、えー、コメントを読みながらいろいろ喋っていきたいと思います、えー、まずはこれはうんとミソンさんでいいのかなはいありがとうございますサムライジャパンということでコメントをいただいております前回も、えー、野球の話 WBC の話しましたけども、侍ジャパンですよね、やっぱり。もうね、まあ、結果を言ってしまえばまあ皆さん知ってますから、えー準決、アメリカ渡ってね、準決勝でメキシコ戦に勝利して、で、翌日アメリカとの決勝戦にも勝利して、えー、世界一、えー、14年ぶりですか、2009年の WBC 以来の、あの、イチローやね、イチローが打って、 タルビッシュが最終回抑えてのあの2009年の感動以来の優勝ということで3大会ぶりですかいやーなんかな,なんですかねこう率直に言うとうわーってなんかテンションが上がらなかったんですよねいやそのめちゃくちゃ嬉しいしめちゃくちゃすごいことだなっていうのは分かるんですけどなんか逆にそれが なんか相回りすぎてそれが多す,多すぎて感情が高ぶりすぎてっていうんですかねいろんなものがありすぎて、まあ、その生で見れなかったっていうのはあるんですよあのー、その時ちょうどバス移動で、えー、東京のライブに向かってる時がまあ最初朝だったから試合がだから朝バスで行って夕方のライブ出るっていうよ予定になってたからアマゾンプライムもね、まあ、見れたんですけど そのアマプラがね、なんか重いのかなんかで、何回開いても表示されなくて、で、まあツイッターとか見たら、やっぱり、あ重くて全然、あのー、開かない、画面すら開かないですよ。重くて画質がバラバラとか重、ゆっくりとかじゃなくて、もう開かない、エラーみたいな表示が出てくるだけぐらいだったんで、もう一切見れてなくて、だから、あのいっそのこと情報は遮断してたんですけど、あの優勝の瞬間ね、ちょっと、あのー、後ろで、多分若い友達同士でね、 あの、バス乗ってる子たちとかが、あ、なんか優勝したみたいだよ、みたいな。ニュースで見ちゃってて、あ <laughs> 変な知り方した、しちゃったと思って。知らねえやつの会話で知っちゃったと思ってね。知らねえ女子大生だが専門学生だがわかんねえ。 女の会話で聞いちまったと思ってお前ら野球もどうせそんな好きでもないんだろうけどその言い草的になんか優勝したっぽいよみたいない,いぐらいの言い草でねこっちは熱量がもうまるでまるきり違うんじゃということは思いましたけどまあそれだけ日本中が注目していたまあことだったなと思うんですけどもなんですかねなんかやっぱりうんこの感情を探してみたんですよなんだろうこの なんかちょっと冷静で、ね、冷めてしまった気持ちと思ったんですけどこれねあのー、僕同じもの見つけたんですよこれね「あのいいとも」最終回あったじゃないですか「笑っていいとも」最終回あのー、10年以上前ですかもうあれはもうの最初ねさんまさんがタモさんと喋ってたら長すぎるっつってダウンタウンさん入ってきてみたいな ねナイナイさん入ってきてでトンネルズ入ってきてみたいな爆笑問題さん入ってきてウッチャンナイチ入ってきてどうなっちゃうんだみたいなあのー、ワチャワチャがあったじゃないですかもうとんでもないことになっちゃったみたいなねねであれ以降結局まああれがなんかテレビの最終回っていう言い方は変ですけどあのー、それがまあなんか もうこれ以降テレビがこれ以上湧くことってあんのかなみたいな出来事だったじゃないですか。そっからもうちょっとずつ YouTube とかいろんなネット配信に移行したりとかしてね。えー、まあいいともという長寿番組が終わったというところもまあ一個ですけど、そういうお化け番組みたいのがどんどん終わっていってっていう流れがあったわけじゃないですか。で、いざこの今回の WBC がもうすごすぎて、あのー、まあ言うなれば、 主人公大谷翔平の野球という作品の最終回に見えてしまったんですよね。もう多すぎて。うーん。あの、まず大谷翔平っていう存在はね、まず二刀流で知られてますよねで。二刀流で、あの、ピッチャーと打者を両方こなすっていう状態ですけど、まあ、プロ、プロでそれをハイレベルで、えー、実現した人は過去いなかった、まあ。世界の野球でもいなかったんですよ。もう 昔はね、そりゃ、小学生、中学生ぐらいの時は、4番、ピッチャーでみたいな人がプロに入りますけど、ちょっとずつね、えー、高校行ったら、まあ、ピッチャーメインになったりとかね、えー、大学行ったら、もう完全に別れ専業になるし、社会人もそうだしっていうので、ちょっとずつ、ピッチャーかバッターにこう定まっていくわけですよ、うん、それを、まああのー、プロでも少年野球みたいな無双ができる状態の、えー、大谷翔平という存在がでいますと。 でね、それが、あのー、今メジャーリーグで大活躍しててでもその二刀流を実現させた時の監督栗山監督日本ハム時代の監督ねが、あのー、WBC の監督になるって言ってで栗山監督と戦うっていうので、えー、大谷翔平がこう戻ってきますとで、えー、戻ってくるというかねの日本代表で戦います。で2009年の 優勝の瞬間抑えをやってたダルビッシュもベテランですけど彼も出るって言いますって言ってメジャーリーガーそしてヌートバーっていうね、えー、日本人からしたらもう新キャラですよなんかそういうキャラも来ますでめちゃくちゃ性格も良くて熱くて日本の野球にマッチしてめちゃくちゃキャラが立ってますとで、えー、そういうドラマがあって、えー、最初の頃はね予選はこう無双で力で勝ち上がってね、えー、中にはこう村上っていうね、えー、期待されてる 若手、まあ、大谷にね大谷に負けないぞっていう意思投手を見せているのは村上ですから他の選手は大谷のバッティングを見てもあーすげえなっていうだけですけどもう村上は。 もう悔しいと大谷を超えるにはどうしたらいいんだっていう思いでいたって言いますしでそ,れその感覚ってそのダルビッシュがあの日本からメジャーに行った時の感覚にも近いですよね。ダルビッシュってこう周りの選手ね対相手チームの選手がもうダルビッシュ打てないみたいな空気になっててダルビッシュがに会うと他のチームの選手が会うと今度は手加減してよみたいなもうそういうちょっともう。 もう俺らはダルビッシュかなわないみたいな空気になったからこうメジャーに行ったと、ね、でも村上はねその大谷がねもう叶わないはっていうんじゃなくてこうもう負けないぞっていうなってたでも、不振が続いててでもねメキシコ戦、ね、もうここ初めての苦戦ですよ WBC 初めての苦戦ででも、そこであのもう勝利決定づける一打を村上が打ちましたとねでも、そこアメリカ決勝決勝の舞台もうそこに至る前の段階でまあ メジャーリーグっていうものがやっぱりこう、今ね、野球っていうのはどうしてもこう国際試合の立ち位置がサッカーとかに比べて低いんですよ。ワールドカップほど盛り上がってないと WBC、盛り上がってないというか価値がなく見られてるから、あのー、シーズンを、が優先なんですよ。どうしてもメジャーリーグって。WBC もいいけど、 そこで怪我とかね、無理をさせたら、シーズンに差し障りがあるから、そんなに無理はさせれないっていう状況が基本的に多いんですよ。特にピッチャーはね。だからこう、ダルビッシュも大谷も正直投げるかどうかっていうのは、こう、メディアもこう、ね、どっちだどっちだってなってて、投げないかもみたいな報道すらあったんですよ。でも、ね、引き締まったゲームだったんですアメリカ。今までラ乱打戦が多かったけど、もう最後引き締まったゲーム、もう両方スターでね、ピッチャーどんどんいいピッチャーも、最後だから継ぎ込むから当然なんですけど、もう、ね、抑えられて抑えられてきて、 で、最後ね、8回、9回、どうすんのって言って、8回にまずダルビッシュが出るんですよ。ね2009年の優勝を知る、ダルビッシュがね、まあ、ね、抑える。で、打たれちゃうんですよね。もう1点打たれちゃうんですよね。うん。そこもまたですよね。だ結局、2009年はもう最後バーンって抑えた、ダルビッシュがもう1点取られちゃうと。ね。でも、そこで、まあ、1点差で食いとどまったわけですよ。3対2か、それで。うん、で、最終回誰投げんのっつって、 もう大谷翔へ行くわけですよ投げるかどうかって言われてた2人がもう立て続け投げてでおー、ね、バッターを、ね、9番また1番また抑えてで最後の打者がマイク・トラウトっ,つってね大谷のチームメートなわけですよ今ののメジャーのレ、えー、エンゼルスのチームメートで最終回、1点差ホームラン出れば同点、ねまあ、試合が分からなくなるというところでチームメートもうしかもマイク・トラウトっていうのはただのチームメートじゃなくて もう本当に、まあ、メジャーで大谷に、まあ、肩を言ってしまえば並べるぐらいの、あのー、スター選手。うん。何本、5本の指には絶対入るよね。3本にも入るかもしれない。ね、大谷、トラウト、今だとジャッジとかわかんないけど、まあ、5本か3本の指に入る。この2人が最後、ぶつかり合って、で、優勝決めるっていうね。もう、多すぎるのよ。ドラマが。超えないだろうって。 これ以上のことありますかってこの今年の WBC2023 大丈夫こっからシーズン始まるわけですよ。これ以上のドラマ期待しますけど酷じゃないですか。こんなすごいもの見せられたらねえ。もう今語ったのも一部ですよ。 今はだから大谷を主人公とした野球という作品のフィルターで見たんで、えー、登場の人物絞りましたけど、一人一人にそのいろんなドラマがあるわけですよね。吉田正尚もね、あの、今年からメジャーに行くっていうところで、こう、メジャーの選手たち相手にこう活躍してましたし、そうやって今後の希望を持たせる内容でもあったし、とかいうね、いろんなこう、思いとかいろんな、 あるわけですよ。ね。だからね、うーん、野球の最終回なんですよね。再三言うけど。うーん、ね。<laughs> ま,あま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 あ、何にせよ。えー、次回 ?3 年後 ?4 年後わかんないですけど。あのー、期待しましょう。 えー、ということでした。まあ、あとシーズンもね、これで野球興味持ってくれた人いると思うんで、えー、ぜひこのまま、あのー、なんか、野球、プロ野球にも興味持ってくれたらと思います。はい。というところでございます。はい。えー、で、えー、コメント続きを見ますか。えっ、ー、と、犬飼さんからですね、えーモバ、楽天モバイルパーク宮城行きたくなってはありがとうっていうことで、えー、来てくれてますけど、これ、楽天モバイルパーク宮城言いたいだけじゃねこれ <laughs>。 名前変わったから。去年まで楽天生命パーク宮城だったから。でもこのパークを残してくれたから、もともと楽パって呼ばれてたから、あ、楽パは楽パでいけるねって言ってね。うん。まあでもこうスポンサーとか絡んでるから、正式にはこう楽天モバイルパークってね。えー、そのメディアは言わないとはいけないけど、まあファンの間ではまあ楽パでいいよねみたいなね。うん。まあモバパでもいいのかな。うん。天パとかでもいいんですかね。まあ天パはもともと楽天の天から天取ってるから。 前も天パじゃなかったけど、まぁ、あ、楽パでいいのかなみたいな。名前がね、すごい変わるから、クリネックススタジアム宮城とかから始まりね、えコ、ー、ボパーク宮城とかね、あのー、なんか、いろいろあったわけですから、うん、名前変わりがちですけども、今年は楽天戦、えー、パーク宮城ではなく、えー、楽天モバイルパーク宮城になりましたので、えー、その辺をお、お間違いなくというね、えー、いうことになります。うん。はい、えー どんどんいきますよ。はい、えー。これかライダーさんからもいただいてます。えー、好きなものを熱く語るの聞いてて、興味湧くから楽しかったです。えー、毎年野球、サッカー、バスケの選手名館買おうと思って気づくと、毎年プロレス名館しか手に入れてない自分が恥ずかしい。 え不意に入ってくる知識が、ま、新しい学びへの入り口だったりするので、えー、雑誌や新聞の紙媒体や、えー、テレビラジオなどのザッピングしながらポーっと見たり聞いたりするのも存外大事なのかもしれないですねという、えー、コメントをいただきましたはいえーなぜ毎年と書くんでしょうか、えー、毎年じゃない理由があるんでしょうか毎年とひらがなで書いてますあの最初はあのあれのあの何だっけあの <laughs> ボヤッキーじゃない方、トンズラーの,あの語尾かなと思って、万年、ね、<laughs> あの、ヤッターマンのね、あの、やつかなと思っちゃったんですけど、毎年っていうね、ええー、まあいいんですけども、あの、選手名鑑、あの、そうなんですよ、選手名鑑で、えー、選手を見ようというか、あの、ネットだと、あの、不意に入る情報がないから、偶発的な発見とかが起きづらいよね、みたいな、えー、話をしたんですけども、まさしくね、本当に、 昔ののがそういういっっってて多かったなと思って、うん、実家ではね新聞撮っててその新聞見た時にあのー、あこういうこともあったんだってこうね、えー、偶然知ることもあるしテレビでもね、えー、みんなで見てるテレビでニュースで何回も報道されてるとああこういうことが今起きてるんだっていうのが肌感覚で分かりやすいし、うん、っていうところがあるんですけど今は本当にこうネットはもうデータ取ってデータ取ってでとにかくその 調査されてるわけじゃないですか、我々の情報が。なんか、アプリを取ってもなんかアクティビティを追跡しますか、みたいな、あのー、が出てきたりとかさ、あの広告に反映するわけですよね、要はその。 自分の普段例えばネットで買い物したものとか調べ物したものとかあと年齢とか住んでる地域とかのデータを取って、えー、ピンポイントでだから YouTube 広告もあの宮城でお住まいの皆さんとか流れるわけですよねうんあれが熊本の人に届かないから熊本の人は例えば熊本にお住まいの皆さんっていうあニュースが流れるまあそうやってあのとにかくねえー、広告を的確に打つためにやっててで言うね 広告だけじゃなくて、えー、YouTube もね、おすすめ動画、関連関連で出てきたわけじゃないですか。これを見てる人はこういう動画が好きですよ。だからこういうのを、えー、関連であげようとかなると、あの、おすすめ欄も全然偶発的じゃないですよね。自分の動画を見てるパターンで、えー、来てしまってるものだから、あのー、知らない YouTuber を気づくみたいなことって、えー、結構難しいんですよね。結構ちゃんと探さなきゃ、うん、出てこなかったりとか、うん、してしまうから。 まあ、あの急におすすめに上がってきてよくわかんない人とかは、まあ、テレビと一緒ですよねテレビもその受け身でこう得る情報だからあのそういう人はいて、まあね、テレビで押されてる情報が勝手に入ってくるってそうそういう、まあ、変更報道みたいなのも、まあ、ありますよもちろんあるけどもでもやっぱりなんかこうどんどん狭まってきちゃうなっていうところはありますよね、うん、でこれ狭まるということはあの結構あの表現者とかお笑い芸人とかに結構 あの致命的な影響を与えるんですよね、うん、結局エンタメって、うんまあ、海外は知らんすけど日本のエンタメってやっぱり共感が非常に、えー、重要なあファクターじゃないですか多くのだから、えー、テレビとかは多くの人が共感を得られるものをやるっていうことになりますよね、うん、お笑いも見てる人みんなが大体分かるネタでいくわけじゃないですか、うん、でも今ってもう趣味がどんどん多様化してるから みんなが同じものを見たりとか、あのどんどんしなくなってるし、えー、本当にこう、自分の好きな趣味だけを知っても生きていけてる、いける状態というか、ふうにどんどんなってるから。 まあまあだからこそさっきの WBC でね、野球みんな見た視聴率高いっていうのは、あの、よほどすごいことだなと思うんですけども、基本テレビの視聴率とかも下がるのも当然のことであって、どんどんその自分の趣味、興味の深いところで、えみんなやっちゃってるから。だからその、難しいわけですよね。そのどういうネタ選びをしたらいいかみたいな。みんなの,の常識とかがもう全然バラバラ多様化してるから、世の中的ないいことかもしれないですけど、 そのお笑いのネタとしていけるものが多分どん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 減っていくんですよね特に今の若いスマホの世代がほとん大人のほとんどみたいな時代になったらもうまるきり、えー、なんか変わってしまってるような気がしてで結局そのちっちゃいうちに通ったものアンパンマンとか、ね、ドラえもんとか,なんかそういうものしかこうみんなが知ってるものってないんじゃないっていう風に、えー、なってきてしまってるという現状がありますからねうん だからこう、なんか、難しいあるあるとか、なんかそういうのはあんまり、難しいあるあるというか、なんかそういうユーモアーあんまりし,したくないっていう部分はちょっとありますよね。もっとこう、感覚でいけるやつ、感性でっていういけるやつっていうのは、僕的にはちょっとありますけどね。はい。えー、そんなことでございました。えー、そして、えー、最後、トレインさんからですね。ありがとうございます。えー、ティーライズディナーショー、お疲れ様でした。 えー、みんなお酒が入っているせいか、お客さん含めみんなフリーダムで楽しかったです。というかまさか芸人さんたちがドリンクまで届けに来るとは思いませんでしたし、えー、身のこなしやドリンクの運び方が、えー、ほぼみんな手慣れていて飲食バイ,バイトの経験者多いなとそこも面白かったです。ということでえ。そうなんですよ。やったんですよ。ディナーショー、ね。実績解除しちゃいました。ディナーショーの実績解除。ね。えー、やったことあります皆さん。ディナーショー。<laughs> 芸人でもね、なかなかいないと思うんですけどね。えー、だからこう演歌歌手とかさ、なんかそういう人が、大御所ぐらいの人がなんかやるイメージありますけど、T ライズ・ティーナーショーってことで、あの、タイ料理・ターチャン、ね、宮城のテレビではよく出てるんですけども、えーと、えー、料理人、タイ料理の料理人、えー、ターチャンのお店、ターチャン、まああの、店名と、あのね、名前と一緒なんですけども、ターチャンで、T ライズとなんかこうコラボ的な感じで、 えー、ターちゃんの12周年アニバーサリーみたいな,なんか10周年がコロナでできなくて12周年になったらしいんですけどの、えー、ディナーショーでテーライズとコラボっていうことでやったんですけども、えーとまあ、ディナーショーの内容としてはおのおののネタとかトークコーナーもあるんですけども、まあ、それはその長いディナーショーの中の間1時間半ぐらいでそれ以外の時間で結構お客さんとこうグリーティングというかね交流を図る始まる前もこうね だからコメントで来てるようにドリンクをね、えー、出したり喋ったりとかしてで、えー、乾杯いただいたら芸人もちょっとお酒飲んだりねご飯食べたりできるみたいな感じで、えー、40人ぐらいかな店結構いっぱいな感じで、えー、来てくれてて、えー、すごく盛り上がってましたね、まあ、特殊な経験ということで、えー、ありがたかったんですけども確かに飲食店バイト多いですねはいまあんさんに至ってはあのー、別に 社員ですしね、えー、店長というかあの僕はそこでバイトしてるぐらいですからもうバイトとかじゃなくて、まあ、調理師免許も持ってるし、まあ、プロですし、まあ、僕もそれこそラーメン屋でやってた時とかその13の唐揚げ屋でバイトしてたりしますしあのニードルの伊藤さんもね今あー仙台高ラ,ラーメン屋でバイトして,してますし伊藤田さんもラーメン屋ですよね、えー、とかまあ結構多い多いですよね、うん、だから慣れてるっていうのもあるしあとその芸人 そういう、ね、接客業ってやっぱ親和性があるなっていうのがやっぱり接客業も芸人もやっぱり視野が結構大事ですよね、うん、ドリンクもあっ開きましたねとかあ、今あの人注文ねしたがってるなみたいな聞こうかなみたいなのの,のやっぱりこの空気を察知してお客様の気持ちを考えるっていうね立場に立つっていのは接客ですから芸人もそのまあもちろん自分らのネタもやりますけどなんかこうその中で。 お客さんはどう感じてるかみたいのをこう自在に予想したり、えー、操ったりするのがまあまあ一個芸人ですよね、まあ、平場とかだったら他の芸人の動きとかも見たりとかあお客さんの空気を感じたりとかいろいろするわけですからだからやっぱりそのベテランのね芸人さんとかになるとその辺の、えー、接客業のスねスキルとかも必然的に高くなるんじゃないですかねうんっていうふうに、えー、思いましたねはい まあなんだろうおあのー、まあ結構好評だったみたいでディーナーショー自体好評だったみたいで今後ももしかしたらあのー、ね、えー、企画することがあるかもしれないというふうに、えー、は聞いているので、えー、た僕も楽しみですし、えー、皆さんもおこれは楽しみにしておいてくださいという、えー、ことでしたうん非常に大盛り上がりでしたね、うんえー、そんなところでしょうかはい、えー、ということでなんか今日は あのー、野球の話、WBC の話にちょっと熱こもりすぎて、で、早口になったせいで、なんかすごく、その生の流れで今、ばーっと喋っちゃって、ずいぶん早口だったなと思うんですけども <laughs> あの、早すぎて分かんなかったところがあったら、あのー、聞き返したりして、再生数をお願いします、はい。高評価などもお願いします、コメントお待ちしております。はい、ということで、えー、ございます、はいえー、明日単独ライブです。 はい3月25日、えー、夜7時からですね6時50分会場7時から「イさガチャンネル」の単独ライブ第3回ですね「お前の母ちゃんハイパーガンマ」ありますんで、えー、まあ、当日でも一報を下さればね全然来てくださいという、えー、ところに、えー、なりますはいので、えー、それはそれでよろしくお願いしますですし え4月は単独ライブ番外編ということで2万ライブでえ札幌・下本僕の友達の芸人とえー仙台で T ーライーズスペースでライブありますんでえ4月9日の夕方6時からということでえそちらもまあすぐもうあと2週間ぐらいに迫ってますからえそちらもの予約も合わせてえ宣伝をえさせていただきましたはいということでしたねもう卒業シーズンということでね あの年齢的にその大学を卒業して4年経つというね大学を2周したぐらいの、ね、大学を留年しても在籍できる長さって大体どこの大学も8年なんですけどもねなんかそ,そこのそのそう大学の倍の年数を今ちょうどもう1回やったみたいなね、うん、ちょっと今の伝わったかわかんないですけども感じ <laughs>、えー、ところですからもう,もう本当にエンジンかけていろいろ何事も前向きに挑戦をしておりますので。 えー、よろしくお願いしますというところでこんなところでしょうかねはい、えー、次回3月31日放送も聞いていただければと思います前坂チャンネルのバーサーカートーク今週は以上ということで、えー、さよならまたお願いします